おはようございます。すごい天気のいい日曜日となりました。いつもね、車でばっかり移動しているので、今日はちょっとね、近くの、里山で、お祭りがあるというので、そちらの方を見に行きたいと思います。それでは行ってきます。最近ね、家の前にあった森が、新興住宅地になっちゃいましてね、だいぶ緑も少なくなっちゃったんですけどね。まあそうですね、そんな中数少ない里山の方にこれから行きますよ。それでは今日は初めてこのね、新しい住宅造成地の道を通っております。今までね、ずっと立ち入り禁止でしたんですけどもね、これ本当に鬱蒼と茂った森だったんですけどね、こんな感じになっちゃいましたね。どこの町会に所属するんでしょうかね。結構な頭数になると思いますよ。向こうの方にまだね、森が見えて、地元のね、ボーイスカウトの人たちなんかのキャンプ地のね、練習地にもあるようなんですね。なんか本当いい天気だね。雲も最高。ですね、まあ、歩いて5分ぐらいのところですけれども、結構ですね、交通量の多い、これ県道なのかな、ところに里山のですね、入り口ありまして、まあね、なかなか交通量が多いんでね、歩道もないし、ただね、その里山の森入っていくと、こういった喧騒がね、一切なくなるんですよ。ね、こういう道がそばなのに一切何も音が聞こえなくなってくるという。それでは里山の方に到着します。この森ね、この奥に目的地がありますよ。バスの音が聞こえてくるんですけどね、森の中に入っちゃうと全くそういうね、外界の音が聞こえなくなってきますので、不思議です。それでは入っていきましょう。なんかね、トトロとかね、妖怪とかね、出そうですね。でね、結構木が茂って、感じのいいとこですね。近所にこういうのがあると非常に嬉しいです。こういう感じですね。鳥のさえずりもたくさんだ。天気もいいし、ね、お祭りが楽しみです。だんだん会場の方に近づいてきましたね。すごいね、これ。どうでしょうね。ここは東京から車でも30キロぐらいのところなんですけどね、まあ、こういう自然が残った地区に住んでおります。いい天気だ。気に落ちないように気をつけないと。醤油も1点ください。ごめんごめん。ちょっとね、
カエルとかホタルとかもいるのかな、ね、すごいね。こんな感じです、ね、大好きなんですよ。たまにね日曜の朝なんかよく散歩しに来るんだけどね、本当に静かです。車の音一切聞こえません。こんな感じ。やっぱり裏道取らない方が良かったな。結構きついなこの坂、はあ、